どうも、あイジとういす。今日は8月30日ということで、あさってから9月が始まりますね。なので今回は9月のポイントを皆さんにお伝えしたいなと思うんですが、えー、今回ポイントは一つに絞らせてもらいました。たった一つです。で、なんで一つに絞ったか。本当は9月って、まあ、夏休み明けのすごい大事なところだし、結構そメンタル面に含めてもやられちゃうというか、落ち込んじゃう方が増える時期なんですね。 だそういったところもいろいろカバーして喋りたいとこなんですけど、今コロナの感染者がすごい増えていて、まあ皆さんの地域にもよりますけど、オンライン授業になったりとか、分散投稿になったりとか、まあ特に対応がない地域もあるでしょう。すごいバラバラなんですよね。で、皆さんも実生活を送っていく中で、なんかこう足場が固まってないというか、不安定な感じを感じていると思うんですよね。で、この状況下で、やっぱりどうしても、どうしても支持してほしいことが一つあるんです。 だから、いっぱい喋って、ポイントがブレるよりは、もう、ハイチはこれを言ってたなっていうのが一個伝わる方が嬉しいなと思って、今回そのポイントを喋らせていただきます。で、少し話が逸れちゃうんですけど、ちょっと一個だけ。あの、先週月曜日に撮らせてもらった、8月最後の勝つっていうね、9月に起こる現実をお伝えしますっていう動画を撮らせてもらったんですが、それがですね、えっ、ー、と、編集なしで、 撮らせてもらったんですだから、こう、もう一発撮りというか、途中にカットが入ってないんですね。だからちょっとグダったとたことかもあったんですけど、あの、あれが非常に好評で、で、ちょっと自分の中ではチャレンジだったんですよ。どういうふうに皆さんに受け取ってもらえるかなって。これだけ今、カットしてさ、見やすい動画、テロップを入れてっていう動画が主流の YouTube で、脳編集で喋るっていうのは、ちょっとチャレンジだったんですけど、でも、その方が、こう、自分が伝えたい、こう、リアルさというか、その情熱、熱量っていうのが、 伝わってる感じがコメント欄とかいただいたメールで感じてたんですね。なので、今回ちょっと一個皆さんにお聞きしたいのが、この月曜に毎週こうやって喋らせてもらってるんですけど、この動画を編集なしの方が好きなのか、まあ、以前みたいにちょっとこうカットが入って、例えばポイントをテロップに出してるやつとかのが好きなのか、いやもう両方どっちも好きですよっていうタイプなのかっていうのを、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。あの、それで今後のね、月曜の動画の 参考にさせてもらうというか、どういう動画が皆さんにとって、こう、受け取るときに気持ちいいというかね、より伝わるのかなっていうのが参考にさせていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ちなみに、今週も脳編集でやってみます。まあ、どう伝わるかちょっと感想も聞きたかったんでね、お付き合いくださいと。<laughs> あの、具だったらすいません、頑張ります。ではえ、早速ね、ポイント喋っていきたいと思います。で、もうたった一つなので、先に結論からお伝えしましょう。これは何かっていうと、 勉強、まあ、今回勉強をね、あのメインで喋りますけど、勉強習慣、つまり習慣です。この部分をとにかく死守してほしいんです。これ言われて、えって、そんなことって思うじゃないですか。え <laughs>、なんだよ。あ、当たり前のこと言ってんじゃんって感じるかもしれないんですけど、多分この当たり前なことがこの9月めちゃくちゃ大事だと思います。 っていうのは、まあ、さっきも言ったようにコロナの感染者の関係で、学校自体も、例えば行けるのか行けないのか、オンライン授業になるのか、まあ、分散で友達と会えるか会えないかとか、もういろんなこう不安定な状況になってます。で、人が努力できるときっていうのは、基本的に自分の足元に安定感があるときだと自分は思ってるのねの不安定になってればなってるほど集中しにくいんですよ。目の前の努力するべきことに。で、これが今、みんなの状況に起こってる。 で、それが、どうなるかっていうと、努力しにくい状況になってる。だから努力しにくいかで、メンタルもね、みんなストレスがやられいといっぱいいろんなストレス抱えてるから今、今コロナのせいで余計にね、抱えてるから、その努力がしにくい上に、努力できない時に落ち込みやすくなってるんですよ。いろんな負の歯車が噛み合いやすくなっちゃってる。今この時期っていうのが。で、9月学校始まったら、余計にね、夏休みまだ家にいてさ、 こう時間のゆとりというか精神的余裕もあったからいけるんですけど学校始まっちゃうとそれがまたギュッてされるから余計にそう感じやすくなりますで落ち込んじゃうとどん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 うまくいかなくなる全てにおいて努力もできん自信もつかん結果も出てこないっていうでそうなってほしくないのねそのためにみんなが自分自身でできることだってみんながさ学校に行ってるが安定するってなってるけどまあオンラインって言われましたでも学校行きますからってできないじゃん だからみんなができることはそこじゃない。じゃあ何かっていうと、自分自身の生活、その習慣を、それを自分で俯瞰的に見たときに、あ、私頑張れてるなって、踏ん張れてるなって思えるかどうかだと思ってるんね。そのためにはやっぱり習慣です。勉強習慣。この夏休み皆さんがどういうふうに過ごしたかは人それぞれ違うでしょう。頑張れた方もいれば、なかなか頑張れなかった方もいると思う。でももう一回8月は終わったからもう終わりです。 ここから9月がまず新しく始まります。で、学校がその分散登校の日もあれば、まあオンライン授業だけの時もあるかもしれん。で、その日によって、そのこういう時間に私は頑張るんだっていう時間を決めてほしいんです。例えば、じゃあ分散登校を例に例えましょう。分散だとじゃあ午前中登校の日があるとしますよね。午前中学校にいて帰ってきました。帰ってきたら、まずすぐに一回努力する時間っていうその,この場所を決めるんです。ここは努力する時間ですとか。 例えば、夕食を食べる前に努力する時間です。夜、歯磨きをした後に努力する時間です。とか、寝る前に努力する時間を設けます。みたいな。私が自分が、ここは頑張る時間にするっていうのをざっくりしたポイントを決めてほしいんです。で、この時の一個ポイントがあって、そこに時間を入れないでください。 例えば学校から帰ってきたら1時間勉強みたいなあこれはね絶対じゃないんですけどちょっとしない方がいいかもしれないと思ってるところなんでかっていうとえさっきも言ったように今不安定な時期なのでみんなのそのモチベーションとかメンタルも結構波があるはずです。 例えばすごい調子がいい日もあれば、うわ、今日も本当に無理みたいな。例えば分散投稿で学校行って、まあ、嫌なことがあったとかね、なんかすごい大きな不安に襲われたみたいなことも出てくるはずです。その時に1時間努力するって決めてても調子がいい日はできるでしょ。1時間も。でも、メンタルやられてる時は1時間きついよ。だからいいんです。その日のメンタルとかその日のコンディションによって分けてほしい。時間に関しては。 ただ、この学校から帰ってきた時には、その日によってね、1時間なのか、もしかしたら10分だけかもしれない。それでもいいんだって。でもこの時間は頑張るんだって。何かを努力するんだ。ごめん、つまった。何かを努力するんだって。いうふうに、場所を決めておいてほしい。で、これを守ってやっていく。これが自分が9月にやってほしい勉強習慣です。その量とかは、例えば受験生だったり、まあ受験生とね、受験生じゃない人も別に分かれるだろうし、受験生の中にも、 志望校、目指している志望校までの差がさ、こう、大きい方もいれば、その小さい方もいるから、努力量っていうのはみんなによって平均値は変わると思うんですけど、ぜひ自分が分散投稿のパターン、まあオンライン授業で家にいる時のパターン、普通に投稿のパターン、えっと、あとは土日休日、土日休日、あとね、土日と祝日か、のパターンって、ちょっと決めておくといいです。自分の中で。で何度も言うけど、紙に起こしてください。頭の中で組み立てないでください。人は忘れちゃうんで。 で、紙に自分はこの日に、分散投稿の日はここを努力する、努力するタイミングって決めて貼っておいてください。で、それがちゃんとできたらしっかり自分を褒めてください。いい。何度も言うけど、みんなが思ってる以上に不安定になるからね。多分、まあ、もちろんさ、去年中2とかだった方も感じたと思う。ただ、受験生のプレッシャーを感じながらの、このコロナ禍のバタバタは余計にメンタルやられるからね。 だからその中でも自分が決めたことを守れてるんだっていう自分を褒めるっていうところもセット。いセットでぜひこの9月を過ごしてください。 かなりね、抽象的なアドバイスになってしまって、実践できるかなとか、よくわかんなかったなて方もいるかもしれんけど、まあ、やってほしいことは、自分の中で勉強する。まあ、勉強だけじゃなくてもいいけど、努力するって決めたタイミングで、そこで、その日に合わせて、5分でも10分でも1時間でも2時間でも、ね、そのみんなに任せるから、その日によって。そのタイミングで、頑張るっていうことをやる。それをやり続ける、毎日。で、やれたら、それを褒めてやるっていうのを、ぜひ実践してください。 とにかく9月に関してはみんなのモチベーションのこの波、この波をうまくコントロールしていく。自分で操っていくっていう。この波がさ、いいんだよ別に。メンタル落ち込んでる時はあっていいんだって。ずっとこうね、調子がはいではいられないから人間は。落ち込んでなんぼなんだから。落ち込むから上がれるんだからまた。だからそれを落ち込んだ時の時間が短くなったらいいじゃん。この落ち込んでる時間を短くするために、やっぱり日常的に頑張れてる自分を認めてられる、認めれてるかどうかだと思う。 そこが大事になると思うので、ぜひ実践してもらえたらと思います。ということでね、最初にお願いした、あの、コメント欄にアドバイスというか、どっちが好きかっていうのも書いていただいた上で参考にしつつ、またね、来週喋っていきますので、ぜひ来週の方も見てみてください。それでは、今週も一週間頑張っていきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週会おうね。じゃあねバイバイ